マラディはニジェールにある、マラディ州の州都である。ニジェール南部、ナイジェリアとの国境近くに位置する。2012年、の人口は約20.6万人。住民は、ハウサ人が多く、フラニ人やトゥアレグ人もいる。落花生の集産地であり、ヤギの比較も特産である。首都ニアメから、チャドコに近いディファまで、ニジェールの人口集中地域を貫く。 幹線道路沿いに位置しており、また、ここから、ナイジェリアのカノエと道路が通じているため、交通の要所となっている。民族も同じで、距離も3 0トルしか離れていない、ナイジェリア北部との結びつきが強く、盛んに交易が行われている。マラディはハウサ諸王国の一つであるカチナの地方都市で、あったが、1809年に、 カチナが、ウスマンダンフォディオのジハードに敗北ししとカチナを、そこと帝国に占領されると、カチナオケは、カチナから60キロメートル北にある、マラディに北移し、ここで再興した。カチナは、同様に北移し、マラディの西に本拠を置いた、ハウサ諸王国の一つ、ゴビールや、東にある在来の強国、ダマガラムと共同戦線を張り、 南の底と帝国と100年近く小ゼリアを繰り返した。その後、1899年に投進してきたフランスに占領され、フランス領西アフリカの一部となった。植民地時代には地域行政の中心や落下生の集産地となり、1960年の独立以降、北部ナイジェリアとの交易によって人口増加は加速した。ありがとうございます。